有原康平に3月29日オリックス戦開幕投手に指名させていただきました。ブルペンでの状態も含め、まあ、昨年の、まあ、もちろん成績も考えたところ、まあ、一番彼にふさわしいかなという思いで彼に託しました。4年ぶりの V 楽観に向け最大のライバルオリックスとの開幕戦を託された有原。小久保監督から便箋2枚にわたる直筆メッセージも受け取り、内なる闘志をみなぎらせます。前後祭壇という言葉を、はい、書いてあって、まあ、やっぱりできることを、自分できることをしっかり集中してやるってことが大事だと思うので、チームを代表して、最初に投げさせてもらうので、はい、1球目から全力でいけるように気持ち入れて頑張りたいと思います。そして4月2日に行われるホーム開幕戦にはチーム最年長の和田毅が抜擢されました。小久保監督の信頼を勝ち得た2人がスタートダッシュを担います。